せーの、わー、これもだ。またまたスペシャルな方とお会いすることができました。ではチームのお名前とよろしいでしょうか。はい、岩手ビッグブルーズ背番号5番千葉シアンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどトークショー盛り上がってましたね。はい盛り上がってました本当にキャリアお疲れ様でした。今後ですね、こう岩手に、はい、岩手のバスケットにずっと関わっていくとも思うんですけども、はい、小中学生とか保護者コーチの方が見ている方多くてですね、はい、で小中学生向けにアドバイスですね、こうプロを目指す選手向けにあればお願いしてよろしいでしょうか。僕が11年間すごいずっと大事にしたことがハードワークっていうのがあるんですよ。まあ、一生懸命頑張るってことなんですけど、まずこれが土台なのかなってすごい思います。本当に実際体も心も 100% の時なんてまずこの365日ないので、1日あったら最高ぐらいだと思うので、その中でどれぐらいその練習と向き合えるかっていうのがすごい大事だと思ってます。ぜひどんな時も向き合うために 100% の力で一生懸命頑張るっていうのを貫いていくか、やってほしいなと思います。なるほど、本当非常に重みのある言葉、ありがとうございます。逆に言えば11年間僕それしかやってきちゃう。いや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 これからもですね、はい、活動の方チェックさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。感動ありがとうございました。ありがとうございました。で、いろいろ指示出します。例えばクロスオーバー10回やったら、よーいスタートで10回やった人がコートル、これ取った人が勝ち、紛らしとボールプッシュアップ5回、クロスオーバー30、よーいスタート。そんな早くいくの？ナイス。ボールプッシュアップ、ちょっと5回あるし。はい、じゃあ次、足動かして、ね、3秒で。よーい、スタート。ボールプッシュアップ。今日はありがとうございました。こういう厳しい状況下の中でこういうふうに皆さんと交流できることを本当にすごく感動してますし、このような場を作っていただいたバスケット協会の皆様に本当に感謝いたします。まだまだこういうふうに明るいイベントができるように、岩手出身として、そしてバスケット選手として全員が活動していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。また岩手ビッグブルーズだけではなくて、このように県外で活躍している選手、そして WJBA で活躍している選手たくさんいます。ぜひ応援してください。その力が、皆さんの力が私たちの力になりますし、こういうふうにオフシーズンには皆様にその感謝の気持ちをこういうイベントで還元していきたいなと思いますので、また来年この場でお会いしましょう。今日はありがとうございました。本当にありがとうございました。Tシャツ余ってるみたいな、お願いします。本当に長い現役生活お疲れ様でした。もらったサインは大事にするので、シェナさんの分まで僕も頑張りたいと思います。ありがとうございました。ごっつぁんです。何頑張ってんのに負けてんだね。あと5点っすよね。あと5点
たちもメダルもらえるのか。